なんとか無事に切り抜けられたわね。ケージの中で目覚めていたファントムはどれも小さな個体ばかりだった気がするよ。うん、あれくらいなら僕でも楽勝かな。油断しないで。ファントムは収容されている階層が深いほど厄介な個体が多いと聞いてる。気を引き締めていきましょう。それにここに来て分かったことがある。この島全体のコントロールを掌握したあの兄弟でもファントムの凍結を一気に解除することはできないってことよ。確かに言われてみると、それができるならすでに勝負は決しているはず。ええ、昨日研究所の職員がファントムをタルタロスから搬出してテストする場面に出くわしたの。そのアナウンスの内容からして、おそらく収容所内部には凍結を解除する設備がないんだと思う。1300より被験体 ROS859A SUS3320B のテストを開始します。現在該当ファントムのケージを凍結解除中。職員の安全に万全を期すため、テスト終了まで館内の扉は全て施錠されます。館内を移動中の方は速やかに管轄エリアにお戻りください。例えるなら、タルタロスは巨大な冷凍庫。解凍できる電子レンジは冷凍庫の中にはないんだわ。そっか、じゃあ今は冷凍庫の電源を抜いて中身が自然解凍されるのを待ってる感じかな。ええ、つまりあいつらも今は動きたくても動けない状況なのよ。ゲームだなんだとふざけた言動でこちらを惑わしてくるけれど、その実私たちを足止めして時間稼ぎをしたいんじゃないかしら。要するにイデア君たちも余裕があるわけではないということだね。多分ね。それにしてもオルトの悪役らしい演技はなかなかね。世界のリセットなんかやめて役者になった方がいいと思わない？ヴィランをヴィランらしく演じられる子役は貴重よ。学園に戻ったら彼を映画研究会に誘ってみたらどうだい、ビル？それも悪くないかもしれない。さあ先を急ぎましょう。第二の試練はあっさり抜けられちゃった。最初とはいえ難易度の設定を低くしすぎたかな。大丈夫だよ、じきにタイタンズも覚醒する。一番厳重に凍結されている第12層に収容されてたのに、随分と溶けるのが早いね。さすがは原初のファントム、他の奴らとはレベルが違う。冥府のゲートの封印解除も順調だ。冥府は中へ入ることはたやすいけど、一度入ってしまえば内側から出ることはできない。一方通行で不可逆の扉、それを内側からこじ開ける。冥府の門をくぐった者は二度と地上には戻れない。それが起きて僕が冥府から戻ったらみんな驚くだろうな。楽しみだね。階段の奥から何か歩いてくる。あのサイズ、もしかしてグリム君？おい、グリ…いけない、エベル君。グリム君じゃないよ。彼よりも体長が10センチほど低い。すごい勢いでこっちに走ってくる。構えなさい。